マジ楽しいよ。頑張るね。そう、マジで大詰め。今が本当に大事な時期で、本当にやんないといけないこととかいっぱいあるけど、だからこそ楽しいし、なんか毎日自分を甘やかしてあげる。美味しい食べ物をいっぱい食べさせてあげる。今日はチーズボールです。そう、自分のご機嫌は自分で取ってます。取りましたよ。超久々に撮ったから。帰ってくれてみんなありがとうね。撮ったよ。頑張る。こんばんは。お、誕生日一緒、ありがとうございます。ちょっとふっくらしてきたからね。今日頑張ったから食べます。あ、もうええな。ちょっと今から頑張ってね。そうちょっと今日は15分くらいで終わるかも。ごめんね、待ってて起きててくれたのに。ちょっと今日は自分がどう思うかとかを全部書こうと思って、ノートも買ってきましたし、萌えのもバッチリあるので、ちょっと追い込みます自分のこと。楽しいんだよ本当に。褒めていただきたりとか、どうすればいいか分かんなかったけど、やっと褒めていただきたから、お前めちゃくちゃ泣いてる。お前めちゃくちゃ泣いてる。あの、違う、怒られて泣いてるとかじゃなくて、怒られて泣いてるとかじゃなくて、シンプルに感動して今日泣いちゃって、ちょっと外から目がうるうるしてるから眠く見えるのかもしれない。だから涙袋がグッてなってるのかもね。そう、本当にそう、こんなになんて言うんだろう、もちろんどうすればいいか分からなくなる時とかあるけど、もうそれが本当につい 2,3 日前とかだったし、もうでも私は極端なんですよね。本当に悩んでる時その話を一切しないっていう。超極端人間だから。あ、おまみちゃんありがとう。そう、超極端人間だからさ、ありがとう。そう、でもマジで楽しい。なんかね、本当にどうやったらいいか分かんなくなっちゃう時とかも本当にあるけど、もうただただもう頑張るしかないし、もうただただ楽しいし、メンバーとめちゃくちゃ仲良くなれた気がする。この期間の間で、まだ終わってないけどね、なんならまだ始まってもないんだけど、お稽古中に。そうね、楽しい本当に。もう私マジで涙もろくて、泣いちゃダメって分かってても涙が止まんなくなっちゃうんですよ。バカだよね。シェアしたっけ私。そう、今日も泣いてたらめちゃくちゃこうやって困り眉になってたらしくて、ももかに、よ、困りまよって言われました。
そうめちゃくちゃ小回り眉になってて、うーんってなってたからめっちゃ小回り眉になっちゃったみたいで、もう恥ずかしい恥ずかしい、超恥ずい。ああでも後々にいい自分の糧になるって信じてるし、マジでよくわかんないけどね、何をすればいいかとか全然わかんないけど、まあ楽しいと思えるので OK、 マジで OK。 あーでもなんか本当に太っちゃったかも、好きなもの食べすぎてるわ。今日は半身浴に入ろう。そうちょっと堕落した生活を最近送ってしまっているわ。まあ、ポニーテールが最近できるようになってきたからいっか。でもマジで楽しい。まあ一曲宮添の楽曲一個もそうやけど、なんかみんなで作る一つの作品ってこんなに楽しいなと思った。逆に嫉妬したと思った。えマジ？あでもみんなにね言ってもらえるけど、そんなことない気がする。どうなんだろう。こんばんは、やっほー。お、リンカちゃんってあのリンカちゃんかな、半魚堂リンカちゃん合ってる？こんばんは。あ、そう、見るも見た。こんばんは。あ、こんばんは、あかりちゃんだ。もうすぐ終わっちゃうけどね、明日来てね、みんな。明日は多分できる、マジで。まあでも今日は本当にちょっと本気で頑張る。明日も多分夜だと思う。でも頑張るからみんな待っててね。みんな頑張るから。なんかね、友達のお父さんが、兵庫の友達の学校のお父さんがね、なんかなんかね、東京にいるっぽくて、お父さんが出張で、で渋谷に行ったらしくて今日で、ビジョンを写真で送ってきてくれて、マイ、なんかお父さんが送ってきてくれたみたいな、マイじゃんって言われて、なんかマイじゃんって言ってもらえるのが本当に嬉しいなと思った。頑張る糧だよね、マイじゃんって。そう、雨大丈夫だよ全然、ただこれはすごい汗です、ごめんね、髪の毛に見えたり。頑張る。そう、みんなが応援してきて、応援してくれるから、そう、頑張る。だからみんな、舞が舞台頑張るから、大福食べさせてね。うそうそ、まあ食べたいですけどね。ハチビーさんありがとう。あ、お腹腹ペコ、暑いしめちゃくちゃムシムシしてるし、頑張ろう。あ、カピカピちゃん、ありがとう。そうね、頑張るしかないんですよ。水分補給を忘れずに頑張ります。頑張るよ、本当に本当に精一杯頑張る。だから今日はちょっと短いけど許して甘い。お前本当にね、褒めてもらうと伸びるタイプの性質だし、怒られるととことんへこむけど、なんか怒られたら逆に、本当に性格悪いかもしれないんですけど、怒られたらなんだよってなって
じゃあこっちでやってみっかって思うタイプの人間の人だから負けず嫌いなので、こっちでやってみっかと思ってやってみて褒められたらへーってなって嬉しくて歓喜あわって泣いちゃう人なので、うん、単純ですね。めんどくさいけど単純だよ。でも楽しい毎日が皆さん今日はね。でもジョイラジ聞いてね。割とメンバーはゆうかちゃんと葵だったからまったりメンバーかな。結構ね、喋るときまったりしてたかも。まったりしてた。なんか2人に感化されてまったりしました。前もジョイラジーみたいな。今日の声はいいね。なんかいい感じにね。そう、あ、バリ面白かったよ。でも収録だからみんな絶対見て。こんばんひ、あ、一文字違う。でも明日は長めに配信するのでみんな来てね。まだまだまだ15分経ってないんだね。今日マジで涙袋大きいの。なんでクマみたいに見える。逆に大きすぎてみんな思わへん。なんかおなんでなんだ。まあいいか。あ、演技。しかもまあ見ても終わっちゃったら寂しいけどさ、次にさ、イコノイジョイもあるからさ、私多忙な方が向いてる人なので、まあもちろん人なのでこう疲れたってなっちゃうかもしれないけど、そう、あ、そうだ、ジョイドン出るってさ言われたから言えることなんですけど、なんかジョイドンの収録の際になんかジョイドンの方が見てくださってて、私のショールームを。そう、これ前話したんだけどね、収録の日になんか高橋さん昨日もなんか高橋さん昨日も夜12時まで配信してませんでしたかみたいな、今日収録大丈夫ですかみたいな、眠くないですかとか言われて、見てくださってるの私のこの、そう、ジョイラジの方がありがとうございますと思って、そう、ありがたいよね。そう、カピカピありがとう。すごいよね。そう、ジョイラジの方がそう見てくださってて、そう、前のショールームでそうね、睡眠時間が、うん、そう6時間でみたいなやつのも見てくださってて、昨日も2時に寝たみたいな感じのやり取りまで見てくださってて、と思って、ありがとうございますすぎる。嬉しかったし、ちょっと恥ずかしかったし、どこまで見られてるのか恥ずかしいよって感じだった。おい、ねえ、絶対にさ、もう15分経ってると思うねんけど。前それなく5、あ、経った、24日だったよ、ありがとう。24、あ、やばいやばい、あ、やばいやばいやばい、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 あ、ありがとう、地元の友達がありがとうね、嬉しい。この以上生きてんね舞台は多分忙しいから来れないと思うから、ね、
てないけど、この絵じゃ来てね、お友達に。そう、去年来てくれたんですよ、はるばる兵庫から二人も、ありがとう、テスト前なのに。ということで、壇上さらっと読んでいきます。13位、舞のレンリ。レンリありがとう、ファンレター見たよ、マンボくん上手、ありがとう。12位、富士さん、ありがとう。11位、エートールさん、ありがとう。10位、たくみ、ありがとう、たくみ申し込んでくれてありがとう。9位、頑張れまいちゃん、ありがとう。嬉しいよ、頑張ります、ありがとう。8位、かんさん、まいちゃん、はいはい、ありがとう、楽しみに見るもん。7位、ちはてん、ギョワーズ歩いていこな、あれにゃーにゃーご、あ、にゃー、ありがとう。6位、たまいしさんこれ私見たよね、ありがとう。5位、にいちわーん、ポンポン、ありがとう、ポン4位、超孤独ともさん、ありがとう。孤独になんないで。3位、ハチビーさん、ハチビーさん、ありがとう。2位、ゆいきゅん、ゆいきゅん、ありがとう。会えるの前も楽しみにしてるよ、ありがとう。これ見えてる、見えてない。1位、おまめちゃん、おまめちゃん、ありがとうね、おまめちゃん。たい焼き100匹お届けしました、ありがとう、いっぱい食べます、ありがとう。皆さんありがとうございました。はい、ということで、お、28,922、ありがとうございました。明日多分夜だと思うので、皆さん早く出てありがとうございました。ちょっとね、皆さん私に大福食べさせてください、お願いします。ツイッターも見てるからね、バイバイ、ツイートたくさんしてね、しょうもないことでもいいからね、バイバイ。